ハスケンガイズ、どうも GPH です。さあ、今回はロマンス野獣が登場しましたので、それをプレイしていきたいと思います。スキルレベルは5です。さあ、果たしてこれで1000万いくことはできるのか。僕はまだ1回しか出したことないけど。撮影でなんとか出したいと思います。では、早速プレイしていきましょう。ロマンス野獣です。いきましょう。よし、やっていくぞ。目標は1000万点です。今回サブツムがね、全部プレミアムツムなんで、いい得点が期待できます。しかもゼロがいるっていうのは大きいよね。ゼロもね、スコアがでかいので、もうトップに君臨するぐらいのレベルで強いんじゃないですかね。今すごいのあったよね。でかい野獣が2体横にトントンと出てくるっていうね、ある意味奇跡的な感じでしたが、よいしょ。うわ、今回も野獣結構つながりやすくね、落ちてきてくれますね。よいしょ。これでスキルが発動できてフィーバーにも入れると。で、なるべくね、氷が、こう途切れないようにね、隙間はなるべくないようにしておきましょう。ボムとかあるとね、それで塞がっちゃうので要注意です。まあ、塞がってもね、その先にあるツムは凍らせちゃうんですけど、ただそうするとワンタップで消えなくなっちゃうんで、やっぱりその分ね、得点というか、まあ、そういうところが弱くなってきてしまいますね。うまいところにね、ボムがあるとタイムボムとかね、出てきてくれたりもするんですけど、まあそれもよりもね、ワンタップでたくさんつなげてね、得点を得た方が僕はいいかなと思います。よいしょ。さあ、今回1000万点いくのかな。まあ行かないとカットにするんだけどね。よし。で、特に意識することとしては、この氷をね、まあ今失敗したけど、なるべくつなげてね、置いてワンタップで消すっていうのと、あとはプレイ時間ですね。だからこうやってフィーバー入ったらね、すぐにこう、まあスキル発動できたらいいなとかね、フィーバーが終わった直後にね、スキル発動したり、あるいは氷を残しておいて、次のすぐにフィーバーね、入れてあげるとかね、そんな感じでやるといいでしょう。こんな感じですね。こうやったらほら、すぐ入るでしょ。こうやってやると、プレイ時間をね、結構有効に使えるかなと思います。よいしょ。まあでも基本的にはキュートエルサと使い方はそんなに変わらないかなっていう感じです。やばい、残り1秒しかない。ギリギリで入ると今。うわ、さあ、これは1000万いったでしょう。ボーナス込みで、ロマンス野獣はレベル8でした。で、1000万超えました。うお、よかった。おっしゃ、1000万いけたよ。やったね。皆さんもね、今回野獣はコイン稼ぎっていうよりは得点力が高いので、ぜひやってみてくださいね。そしてコンボも結構稼げるんで、コンボ系のミッションとかにも使ってみてください。ではまた別の動画やライブでお会いしましょう。 GPH でした。バイバーイ。よし。 I couldn't sleep last night. My mind was somewhere else and I tried not to wake you up from dreaming. How do I